次に澤田亮さん。澤田さん、日本維新の会の、埼玉の澤田亮です。本日は初めてこの消費者問題に関する特別委員会で質疑をさせていただきます。河野大臣、稲田委員長、関係省庁の皆様、委員部の皆様、本日はよろしくお願いいたします。まずは今回委員会が開かれるまでの慌ただしさにかなり違和感を覚えました。本日議題になっている新法は大きな注目を浴び、今も苦しんでいる被害者の皆様を早く救出したい、少しでも安心していただきたい、そのような思いで与野党が議論を重ねてまいりました。本来ならしっかり日程を確保して委員会で質疑を重ねることが大切ではないかと考えています。しかし、なんとか今臨時国会で成立を目指すという与野党の思いがですね、今回の開会につながったと理解をしております。ただ消費者庁の皆様、関係省庁の皆様、委員部の皆様の大きなご負担、ご尽力なくして本日は開会できませんでした。冒頭皆様にご感謝を申し上げて質問に入りたいと思います。本年7月8日、街頭演説中に凶弾に倒れた安倍晋三元内閣総理大臣、この銃撃事件は未だに多くの国民の記憶に残っています。実行犯の旧統一教会の恨みが大きく影響していると報道されてから、いわゆる旧統一教会問題に関心が集まってきました。日本維新の会は8月中に法制局と打ち合わせに入り、9月7日には宗教団体等に関わる議員立法タスクフォースを立ち上げ、この問題に取り組んでまいりました。旧統一教会問題が世論を大きく騒がせ始めてからの政府与党の動きについて、公表に消極的であったり、公表が遅れたり、どんどん新たな事実が出て、多くの与党議員が旧統一教会に関わりがあったことが明るみに出ました。山際大臣に至っては辞任にまでつながったことから、本来は今の法体系の中で救われない方々を一日でも早く守るため、救うために行動しようという国会議員としての矜持よりも、身内への守りに重きを置き、なるべくこの問題を抑え、関心をそらしたいのかと疑うほどに問題と向き合うことを避けていたように感じたことが正直何度もありました。ちなみに我が日本維新の会は早急に関係のあった議員の公表を行いました。公表したすべての国会議員が寄付や組織的な選挙応援をいただけていませんでしたが、国民の皆様に不信感を持たれないためにも、すべてを公表していくという党の姿勢を私は誠実と感じております。私自身も公表された一人ですが、私は教会へチラシを持っていくポスター設置依頼をしただけです。ポスターについては断られております。それでも関係があった議員として新聞にも載りましたし、地域からの問い合わせ、駅に立ったときに対する苦情、インターネット、ツイッターによる誹謗中傷、これはいまだに続いております。政府・与党が事実関係の調査、公表を党全体で徹底的にやれば、旧統一教会問題がこのように長引いたとは思えませんし、法案議論にじっくりと集中できたのではないのかと、今更ながら痛感しております。我が党は、先ほど説明したタスクフォースで、党内議論を重ね、9月21日には、報道ではですね、水と油なんて言われてしまいますが、立憲民主党の皆様と政策合意をし、実務者協議を繰り返し、10月17日に特定財産損害誘導行為による被害の防止及び救済等に関する法律案を提出しました。この17日に政府・与党にも動きがありました。消費者庁の霊感商法等の悪質商法への対策検討会が法規制を求める報告書が発表しております。しかし与党はですね、法改正について提言を年内にまとめ、政府に申し入れるとし、翌18日に総理は議論を深めたいとおっしゃられております。我々が法案提出した後、19日にようやく与野党協議会が設置されました。やり取りだけを見ればですね、そもそも政府は
検討すらしないで済まそうとしていたのではないかと感じてしまいますし、この時点で新法は作らない、または来年の通常国会に先送りしようという意図を感じずにはいられませんでした。実際に臨時国会のこのぎりぎりまで議論が続いている状況を考えれば、臨時国会中に法案成立を目指したのであれば、スタートが遅いようにも感じます。河野大臣は10月19日までの政府の動きについて、どのようにご評価なさってますでしょうか。河野大臣。積極的に法案作成いたしました。委員長。澤田さん。臨時国会においてですね、11月8日の大臣所信では、10月に取りまとめられた霊感商法等の悪質商法への対策検討会の報告書を踏まえとおっしゃっておりますが、大臣のご就任は8月10日です。大臣ご就任時の霊感商法等の悪質商法への迅速、緊急的な対応が必要という問題意識はどのようにあったのか教えてください。河野大臣。検討会で丁寧にご議論いただきました。委員長。澤田さん。ありがとうございます。問題意識はあったということと、丁寧に議論されたということをおっしゃっていただきました。10月19日より、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会で、与野党協議会で、なんとか前へ進めたいと思っていたところですね、相変わらず与党の消極的姿勢は変わらないように感じました。11月1日の第4回協議会では、マインドコントロールの扱い等で課題が残るなど、いいですね、成立を先送りするような発言も出ていたと伺っております。我が党、そして立憲民主党の強い働きかけで、総理が、今臨時国会で提出することを表明したのが11月7日です。ちなみに、11月12日、13日等の週末に行われた、産経 FNN 合同、朝日新聞、NHK の各世論調査で、軒並み内閣支持率が下落し、30% 台、G 通信の調査では27%、産経 FNN 合同では、救済法案の今国会で成立させるべきとの回答が 70% を超えるタイミングでもございました。この我が党、そして立憲民主党の強い働きかけが続きまして、総理がですね、今国会で成立をする、作ると言ったのがですね、表明したのが11月7日です。本日は12月7日、表明は1ヶ月前です。大臣にお伺いしたいのですが、1ヶ月で今日に至るまで、法案の進捗、立面について、どのように評価なさってますか。河野大臣。法案の準備作業はその前から進んでおります。澤田さん。ちなみになんですけれども、この法案の準備作業というところで、検討会というものがあったと存じております。この検討会の報告書というものが出てから動いていたようにも感じますが、この報告書についてなんですけれども、この報告書が遅れた場合、この臨時国会では対応できないということも想定なさってたんでしょうか。河野大臣。報告書が遅れるとは思っておりませんでした。澤田さん。少し今、時間戻りますが、11月15日に、消費者契約法等改正案、18日には新法の概要が示されましたが、内容についてはまだまだ議論の余地は大いにあると感じました。与野党協議会、数度にわたる幹事長会談でも、内容をしっかり精査するよう、日本維新の会からは強く指摘をさせていただきました。そこで示されたのが、配慮義務を加えた案です。ただ、提案なさった法人の、配慮義務規定については、民法の不法行為として、これまでより容易に訴えられるという内容のものであり、行政措置や刑事罰につながる新法の適用拡大を求める弁護団や、われわれの要望には必ずしも答えられていないと思っております。むしろ行政処分や刑事罰のない配慮義務規定違反の方に、宗教法人が逃げ込んでしまい、新法が骨抜きになることを懸念しております。一方で、自民党の茂木幹事長は、現行法体系上、最大限のものを盛り込んでいる、野党のご提案等についても、
できうるものはすべて取り入れたと会見でおっしゃっていました。今回の新法が審議されるまでの与野党におけるプロセスは、ここ最近ではあまり見たことない、私自身、異例だとも感じます。委員会審議に入るまでに、先ほども申し上げましたが、与野党協議会や幹事長会談と、ある意味、与野党が同じ目標、被害者を救済することに向けて議論を深めてまいりました。当初、消極的だった政府・与党に論点整理を促し、臨時国会中に政府原案を提示させ、改善を決意させた流れとして、被害者、そしてそのご家族、弁護団等の関係者の皆様、そして多くの国民の皆様の声と向き合い、一日でも早く救済をしなければならない、繰り返してはいけない、問題意識を持って議員立法の用意、議論を諦めず、与党への働きかけを続けた日本維新の会と立憲民主党の純粋な思いであると自負しております。消費者庁にお伺いいたします。与野党協議会や幹事長会談において、我々から伝えた要望、また我々が自身の法案に盛り込んだ趣旨、意味等について、具体的にどの項目について、どのように政府法案に反映したのか、お答えいただけますでしょうか。黒田次長。お答え申し上げます。今回の法案は11月18日に、既存の消費者契約法との改正法、12月1日に新法と2段階で閣議決定しておりますが、その過程におきまして、9回にわたる4党の与野党協議会に私自身がオブザーバーとして参加させていただき、すでにご提示されていた特定財産損害誘導行為による被害の防止および救済等に関する法律案をめぐるご議論も拝聴するとともに、政府が検討しているこの2つの法案の内容につきまして、閣議決定以前に3度も説明するという貴重な機会をいただきました。こうした中で、特に新法につきましては、不当な勧誘行為を禁止し、当該不当な寄付勧誘を行う法人等に対する行政措置、刑罰を科すといった法案全体の骨格、また借り入れ等による資金調達の要求の禁止、これは事実上の上限規制とも位置づけておりますが、また、子や配偶者が婚姻費用、養育費等を保全するための特例、相談体制の整備といった、規定につきまして、これを閣法として、形成して いきました。また、先ほど来ご紹介されております、さまざまなご意見、提言、要請等を踏まえまして、3年の見直し規定、また、自由な意思を抑圧しない、生活の維持を困難にしないといった配慮義務規定を盛り込むことといたしました。この新法の形式は、閣法という形式ではございますが、こういう表現が適切かどうか分かりませんが、いわば閣法と議員立法とのハイブリッドなところが大きな特徴だという言えるのではないかと思います。委員長。澤田さん。次長、丁寧にありがとうございます。日本維新の会と立憲民主党の法案ではですね、刑罰を用意し、実効性を担保したところ、政府案でも罰則がつきました。マインドコントロール下での行為について、規制しなければならないと指摘をさせていただきました部分についても、政府案には自由意思を抑圧しないよう配慮義務が入りました。寄付金額に上限を設けよと主張したことで、政府案では借り入れや不動産等の処分による資金調達が禁止され、我々の家族による取り消しの主張、債権者代位権として条文化もされました。そのほかにも、改善すべき点を何度も指摘、提案をさせていただき、見直し規定も加わりました。もちろん、まだまだ多くの困っているパターン、そういうものはですね、朝から聞かせていただいても、これだけ多くまだ誤解をしたり、わからないところがあるのだなというところも含めればですね、これ、十分であるかといえば、まだまだ議論する余地はあると思います。ただしですね、我々と与党がですね、議論をする上で、多少なりとも改善が図られてきたことは間違いないと理解をしておりますが、河野大臣、今の黒田次長の答弁を聞いてですね、大臣としてはこのような与党と野党のやり取り、どのように感じているか教えてください。河野大臣。
今回、極めて特例的なプロセスであったんだろうと思いますが、最終的に被害者の救済、あるいは被害の未然防止につながる法案となることを期待したいと思います。委員長。澤田さん。ありがとうございます。全く同じ気持ちです。本当に私たちが通常暮らしている中ではですね、こういった統一教会のようなところと関わるということが普通の人は少ないのかもしれません。けれども私たちはここにいるすべての方がですね、ほとんどがやっぱ政治に関わる人間で、一般の方よりはより多くの方と人と付き合っているということがあると思います。ですので今大臣おっしゃったように、一人でも多くの方の声をですね、できるだけこの議論の中に取り入れていくということをですね、今回やれたことは私は大きな一歩だというふうに考えております。岸田総理のですね、決断が遅かったのではという意見も当然ありますが、ただしリーダーシップを発揮していただいたからこそ今この方向性になったということは評価をしていかなければいけない部分でもございます。そのリーダーシップを発揮するにあたり、我々の動きがですね、まあ、大きな刺激になったのであれば、まさに与野党の役割が正しく機能していると考えます。私たち日本維新の会は今までも日程調整やまたはですね、批判や反対だけのやり取りということを批判をしてきました。できる限り与党と野党で議論をし、より多くの価値観を盛り込んだそういった国会委員会運営になるように、引き続きですね、国民の皆様の命や暮らしをしっかりと胸に秘め、批判や反対より提案をより良いものにしていくということに働きかけ、これからも動いてまいります。次に今後の見直しについて質問をさせていただきます。昨日の本会議で我が党の漆間議員が法施行後3年をめどとして検討を加えるという、この3年は長いのではないのかと問うたところ、大臣は一定の法運用の実績を確保する必要、必要に応じて見直しに着手することも考えなくてはいけないとご答弁なさっておりました。見直しの年数については当然さまざまな考えがあることは承知をしております。ただ大事なのは継続的に実効性を図るための検討材料を集めることではないでしょうか。被害者等当事者の声はもちろん、必要な修正は迅速に行い、絶えず見直しをすべきと考えますが、まさにこのデジタル庁も所管する河野大臣の今までの発言、私は一番この動きに即した動きをしてくださる大臣だと考えております。どうでしょうか。河野大臣。この法案はデジタル庁ではなくて消費者庁の所管でございますが、ま、大臣は同じでございます。ご指摘いただきましたように、まあ、政府案では施行後3年のめどとしての見直しということにしてございますが、先ほどから答弁申し上げておりますように、この法が施行された後の施行状況、あるいは社会経済情勢がどのように変わっているか、そうしたことをしっかり見ながら今後のことを考えていかなければならないと思っておりまして、それに関する情報はしっかり収集していくことが大事だと思っております。また先ほどから何回か申し上げましたように、消費者庁に検討会、何らかの形の検討会を作りまして、そこでしっかり状況を見ながら議論をしていかなければいかんというふうに思っております。また関係する各省庁とも連携をしながら情報を共有し、しっかり対応できるような体制は整えてまいりたいと思います。澤田さん。ちょっとこれすみません、通告をしてないんですけれども、ちょっと今大臣から検討会のお話が出たんで、今消費者庁の方ではですね、第三者機関として、まあ、検討会と消費者委員会というものがあると思うんです。でこの消費者委員会っていうのは今回あまり動いてないように感じたんですけれども、これ黒田次長、なぜかこう動かなかった理由とかっていうのはあるんですか。答えられなかったです。黒田次長。お答え申し上げます。消費者委員会は、正確には内閣府に所属しております。
消費者庁として他省庁がなぜ動かなかったかということについて、ここでお答えすることはできませんが、我々としては迅速に検討する必要があったということで、検討会をすぐに設置して検討したということでございます。委員長。澤田さん。すみません、次長、突然、ありがとうございました。続いてですね、ガイドラインやロードマップの必要性について伺わせていただきます。本法案の条文については、これまでも予算委員会、本会議、また本日の党特別委員会でも一言一句の解釈をめぐる議論がなされてきました。まあ、裏を返せば、これらの条文はいまだに曖昧な部分を残しているということになります。しかし、被害者の方々の一刻も早い救済を期すためには、裁判を司る裁判所や、行政措置を行う消費者庁が明確にですね、またできるだけスムーズに判断を下せるよう、活用しやすい条文にしていく必要があるのではないかと考えております。参議院予算委員会における我が党の高木香織議員の質問に対し、総理は条文の解釈の明文化を図るなどにより、万全を尽くしたいとご答弁なさっておりました。本会議における総理の答弁でも、逐条解説等について、幾度となく言及されており、この対応自体は歓迎すべきものですが、今まさにこうした不当な勧誘で被害を受けている人がいることを考えれば、具体的な道筋を早急に示すことが必要であるのは言うまでもありません。解釈基準の通達、Q&A や逐条解説の作成はもちろん必須ですが、今回特に重要なのは行政措置の規定が盛り込まれたことです。被害者救済を実効性のあるスムーズなものにするためには、消費者庁自身がですね、解釈の基準を明確に持っていかなければならないというふうに考えております。消費者庁にお伺いいたします。河野大臣からは昨日の本会議で、行政措置や刑事罰に関わる規定は相当程度の周知期間を設ける必要があるため、公布から1年以内の政令で定める日を施行期日とする旨の答弁がありました。周知のための時間を置くことは必要ですが、できるだけ速やかにこれらの運用を軌道に乗せたいという意識は共有いただいているものと思います。法案が成立すればすぐにでも動き出していただきたいと思っておりますが、法律の公布に向けて行政措置の判断基準はすでに検討をしておられますでしょうか。黒田次長。お答え申し上げます。具体的なにどういうふうに、まあ、行政庁としてその命令等の行政措置を執行していくかといった執行基準の策定につきましては、施行期日までの間に十分検討して適切に対応してまいりたいというふうに考えております。澤田さん。ありがとうございます。法案がですね、こちらですね、すいません、今申し上げた判断基準等については、まあ、かつて金融庁が金融機関の、検査の際に用いたいわゆる金融検査マニュアルのように、その基準を公開して対象となる、まあ、各団体に自主的なルール作りを期待するという方法も、あると思います。まあ、今現在、先ほど来議論しております行政措置の判断基準等について、まあ、公開するということは、黒田次長の方で、まあ、そちらの方で考えていらっしゃいますでしょうか。教えてください。黒田次長。お答え申し上げます。そういった基準を策定した際に、公表するかどうかということも含めまして検討していきたいと思います。委員長。澤田さん。ちなみにですね、大臣、こうした公開についてはどのようにお考えでしょうか。河野大臣。まあ、法案成立させて、いただきましたら、施行期日のまでの間に、まあ、決定をし、適切に対応してまいりたいと思います。委員長。澤田さん。どうもありがとうございます。先ほども同じことになるんですけれども、金融庁がですね、金融機関の検査の際に、金融検査マニュアル
というものを公開して、対象となる各団体に自主的なルール作りを期待するという方法、私は大変上手に作られた仕組みだなというふうに考えております。ぜひですね、情報公開、そしてスピード感につきましては、私自身、日本維新の会の政党でありますが、河野大臣の強いリーダーシップを期待しておりますので、ぜひ前に進めていっていただければと思います。続きまして、消費者庁の体制強化について大臣にお伺いいたします。消費者庁は、今回の法案策定を急ぐために、担当職員の増員をしたと伺っておりますが、今後、この法律を運用していくためには、どのような対策をお考えなのか、教えてください。河野大臣。この一連の法案の提出のために、各省庁の協力をいただいたところでございます。この法案を成立させていただきましたら、消費者庁において必要な体制の整備を講じることとしたいと思っております。まずは関係省庁の協力も得ながら、所要の人員を確保する方向で準備には入っているところでございます。質量の観点から必要な体制を整備できるよう適切に対応していきたいと思います。澤田さん、ぜひよろしくお願いいたします。省庁の体制強化というとですね、すなわち定員増加であると思われる方もいらっしゃると思いませんが、何でもかんでも人数を増やせばいいというものではもちろんありませんし、まず考えるべきは、もうどう合理的に物事を進めていくかということだというふうに感じております。例えば今回の法案が成立し、実効性のある運用がなされていけば、そもそも被害の防止にもなり、寄付の取り消しの認定も得やすくなり、少なくともこれまでより事務負担が軽減されることが予想されます。こうした合理化、また河野大臣のご担当でもありますデジタル化をですね、率先して取り入れていくことで、定員増加に頼らない体制強化とともに、やはり被害に苦しむ方々により便利で、いろんな手段を持ってですね、助けられる環境設定、これをですね、していただければというふうに思っております。また、周知広報の重要性は大変に高くなります。違う話とはなりますが、オレオレ詐欺という言葉がですね、ずっと前からあって、2004年には振り込め詐欺と命名されてから、もうこれ20年近く経つんですね。私が住むさいたま市南区でもですね、いまだ車がオレオレ詐欺というものを気をつけてねという周知活動、自治体の方でやっていただいております。ただですね、一向にこの被害に遭う方は減っていない、または減っていてもですね、まだこういうことが続いている状況があります。今回の法案が施行されても、広く国民の皆様に周知徹底できなければ、被害防止、救済は難しいというふうにも考えております。この部分については、重ね重ねとなりますが、デジタル大臣も兼任されている河野大臣には、既存のやり方だけにとどまらず、新しい効果的なやり方、方法もぜひ実行していただけるようお願い申し上げます。最後になりますが、今回の法案につきまして、これまでにさまざまなご指摘があったように、不十分な点も多く残されています。被害者救済や実効性の観点からしても、改善や明確化の余地はまだまだ残されているようにも思います。また、政府・与党の決断と実行におけるスピード感の欠如については、やはり厳しく指摘せざるを得ません。例えば、いまだ世界中で猛威を振るう新型コロナウイルスについても、我が党は中国の春節が始まる2020年1月24日より前に対策本部を立ち上げ、頻繁に勉強会を開くとともに、累次にわたって政府に提言をしてまいりました。これは決して政治的なアピールではなく、国民生活が未知のウイルスにより多大な影響を受ける可能性を看過することはできないという、我が党の強い思いにより決断され、実行されたものです。今回は被害者救済についても、これまで見過ごされてきたさまざまな被害を、これ以上放置することなく、対処すべきとの思いから、先陣を切って動き出し、その結果、立憲民主党、そして日本維新の会が合同で法を進め、そしてそれに対して、先ほど大臣からもいただきました、異例の措置として、
自民党、そして公明党を含めた政府とも議論を重ねて、徐々にいろいろと煮詰めをつないできた、これは大変貴重であり、私は素晴らしい現象だというふうにも思っております。けれども、実際に法が施行され、その中でですね、今まさに救済を必要としている方々、そしてこれからですね、そういったことが起こらないようにしていく、この両面でですね、しっかりと私たちが結果を出して、国民の不安や安全を確保していく、この動きは必要だというふうに思っております。冒頭にも指摘しましたように、政府・与党のこの問題への対応、私は客観的に積極性を感じられない。大臣の方ではしっかりと実務的に動いていただいたというご答弁、一番最初にいただきました。大臣の今までのこの大臣以外の動き方も含めてです。私はそれは事実だというふうにも考えます。けれども、これに対して国民世論の大きな後押しや、職員の皆様のご尽力、与野党が互いに協力して、まさにですね、ギリギリの議論をこれからもしていかなければ、この話はやはりどこかで消えてしまう部分もあるのではないかなという危機感も持っております。常に国民の皆様を第一に、この法案を実効性のあるものにすべく、日本維新の会は諦めずに汗をかいていくことを国民の皆様にお誓い申し上げ、またですね、最前線で法律の策定を進めてくださった消費者庁の職員の皆様、会期末の混沌とした日程の中で、この質疑を成立させてくださった皆様には、改めまして感謝を申し上げて質疑とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。次に堀場